じゃあ、すみません。よろしくお願いします。お願いします。20秒前です。ザッキー頑張ろうね。はい、ザッキーよろしくお願いします。10秒前？ちゃんとに言うのこれ？うん。OK。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。はい、ということで皆さんこんばんは。7月21日第16回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型トーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということで、パーソナリティの紹介をしたいと思います。まずは私から、カリカリ夢大好き、5つの国の血が流れる一人グローバルの前堂ニーナです。そして最近腕に謎のブツブツが出てきているミッチです。今日はこの2人でお送りします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、アドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。そしてそして今回のトークテーマはドルルルルフリートーク、パチパチパチということで、実は今日ドラゴンアイズ2人だけでお送りしているところなんですけれども、今日は番外編でフリートークでやってみたいと思います。ちなみに今日のディレクターさんというか、ミキサー担当している方はザッキーさんが担当してくれています。 FM ギノワンのスタッフのザッキーさんが今日は担当してくれてますので、はい、今日は本当にドラゴンアイズ番外編だね、番外編だね、もうお届けしたいと思いますが、さあ今日はフリートークということで、テーマ設けてませんので、こんな話聞いてだったりとか、あんな話聞いてだったりとか、皆さんの、身近に起きたことも何でも構いませんの で、 何でもいいです、本当にぜひこのドラゴンアイズでトークしましょう。はい、ということで早速メール来ておりますね。メールも来てますね。これはなんだろうな、キャプテン、あ、なるほど、これキャプテンさんからメッセージいただいています。ザキヤマくんは普段おもろいですと来ていますか。そうなんですか。いや、ちょっとハードル上げすぎですちょっとね、ザッキーくんが入ってきたから、ね、メールも来てますね。うん、おー、そしてブルガリさんからも、あ、ニーナの歌だね、メッセージ来てますね。姉さん美人だね、来たぜ、今夜俺参上ということで、アツオさんからもメッセージも来てますし、アツオタ、はい、ありがとうございます。先週よ、アツオさん無冠のエンペラー狙ってたけど取っちゃった。無冠のエンペラー、うん、ずっとドラゴンダイブアワード取りたくないって言ってたけど先週取っちゃった。あわかります、ザッキーさん、実はこの番組ではドラゴンダイブアワードって言って、うん、この番組で一番輝いたメッセージをしてくれた人を勝手に表彰するみたいなね、なるほど、をやってるんですけれども、それが敦夫さんが受賞したのね、そう、先週、
はい、今日も実は募集してますので、フリートークでも私たちが勝手にきらめいたあの素晴らしいコメントをしてくださった方に、この今日スタジオにいるメンバーで、探して表彰したいと思いますので、勝手にどんどん応募してください、はい、ということで今日のテーマはフリートーク。みっちゃんある？なんかあるよ。ね、最近2週間前かな、台風が近づいてたさね。すごい前じゃないそれ、うん、そうだね、うん、その時に本当はみんなで沖釣り行こうと思ってたわけ、うん、船でよ、うん、だけど船が出なくなった場合を、この波が高いから、うん、じゃあどうするかってなって、恩納村にあるフォレストアドベンチャーっていう、なんていうかな、あ、聞いたことある、うん、森全体がワイヤーアトラクションになってて、うん、結構前から行こう行こう思ってて行ったわけ、うん、もうね、はい、なんていうのかな、ちょっと思ってた以上に怖かった何が怖かったというと、何が怖かったの？まず、うん、基本全部ワイヤーだわけ。え、このさ、フォレストなんとかキャンプっていうの？そこはフォレストアドベンチャーって言って、フォレストアドベンチャーっていうところは至るところにワイヤーが張り巡らされて、うん、それをこの安全帯っていうかハーネスって言ってから、うん、腰とこのランドセルみたいな、そうそう、背負ってそこに安全帯が2ついってるわけ、フックが、うんうん、この落ちても、え、じゃあターザンみたいに、あー、そう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 、みたいな感じを木から木へ移っていける、そういうイメージだったんだけど、うん、この木から木の間が120メーターとか、うん、とか高いね。そうそう、して下見たらもう地上から30メーターとか、うん、これを安全帯だけでもチューブラリンでバーっていくわけ。面白そう、うん、ね、面白そうですね。すごいですね、ターザンの気分が。ターザンの気分、結構話題にはなってるっぽいですけど、そうそうそう、外人さんがねよく来てるって、実際には行ったことないんですけど、うん、へえ、そういうことやってたんだ、うん、そこ行って、ね、この注意事項がやっぱあるわけ、うん、フォレストアドベンチャーに行く方は飲酒ダメみたいな、はいはい、中でタバコは吸えません、ルールがあるんだ。そう、12歳以下は保護者同伴、うんうん、113キロ以上の方は、うん、入園できませんとか。なるほどね。あって、一番これ書かないといけないのが、うん、白い洋服で来てはいけませんって書かんとダメだわけ。なんで？あ、土で汚れるから。そうそう、このワイヤーをこの着地する場所がやっぱ怪我しないように柔らかい土か木のカスみたいになってるんだけど、最初初心者の時は着地できないわけ。ひっくり返ってから洋服全部土だらけになるわけ、うんうん、なるほどね。これは書いててほしいなちょっとさBGM 何これ待てよ、聞こえんやった感動的な BGM を今ザッキー君流してくれてるよね。やっぱさ、普段のドラゴンアイズとは今日本当に番外編だね。なかなかこんな BGM 流れないもん ね, ね、歌付きだよね。シュール、韓国ドラマのなんか主題歌かなこれは。いや、このドラゴンアイズさんのプレイリストに入ってプレイリストに入ってんだこれが多分1回は流した時ある曲なんですよこれじゃああれだ、いつものディレクターのたっちゃんが仕込んでたのかもしれないね、もしかしたら。 KG さんの母へっていう曲です、おー、じゃあたっちゃんが好きで入れてたんだろうね、なるほどなるほど、うん、いや本当に今日番外編っていう気がしてきました。もうどんどん、ね、もうミッチーのフォレストアドベンチャー、もぜひルールね、白い T シャツではぜひ行く方は行かないように、行かないように汚れちゃいますから。汚れるそうです。で、今日のテーマがフリートークということで、すごいねフリーのメッセージくれた方いますので、じゃあミッチ、紹介してください。サウルの心さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ聞いて、顔洗ってる時に小指が鼻の穴に入ったのね。おしまい、ちゃんちゃん。すごい。入りそう。リスナーの皆さん、フリーって言った途端すごく振り幅広い。いいね、こういうの待ってた。こういうの待ってました。うん、これいいんじゃない？こう候補に。候補ね。ドラゴンダイバーアワード皆さん。選びますので、ちょっとキラッとキラめいたコメント待ってます。小指が何？鼻の穴に入ったのね。あー、これザッキーよくありそうだよね。なるほどね。あ、ザッキー、ザッキー、こう、あるの？いや、ないっすこの噛み合ってないのが番外編ならではですね。いいね、探り探りです、はい、探り探りね、お互いここは行っていいのか、駆け引きねいや、そしてシグナスさんからもメッセージいただいています。
皆さんこんばんは。こんばんは。お、今向かっておりますって来てます。え、来てくれるんだ。しかしさんね、ちょいちょい来てくれるからありがたいよねちょいちょいありがたいですね、うん、本当にそうなんですよ。結構ね、差し入れもしてくれたりとか、うん、応援してくださるリスナーさんの一人です。ありがとうございます。そしてサウルの心さん、はい、じゃあ120キロの友吉さんは無理だな。え、どういうこと。フォレストアドベンチャー、ああ、120キロの人は何、吊り下げることがもうできないってこと。130キロってかな、113キロってかな忘れたやつさ、ギリギリさ、ね、120キロの方はちょっと友吉さんっていう方は無理なのね友吉さんってサウルの心さんかな。誰のことだろうね。ということで今日のテーマフリートークなんですけれども、ニナはなんか最近あった、いいこと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 っていうかフリーっぽいの。フリーっぽいの、ちょっと何もお題決めてないのがすごい、なんだろう、何喋っていいかわからないけど、うん、何があったかな。そうね、そう最近、うん、あの車を買うことになってるんですよ。来週末ニナが、私が、はあ、家を、いやいや今言ってるでしょそうそうそう、それで車を、買うんだけど、うん、実はあれなんですよ、新古車的な。おお、アメ車。いや、アメ車じゃなくてプリウスをへゲットしようと思ってて、ね、すごい最近いい話があって、この友達が3年前にプリウスを購入したわけ。おで、それなんだけど、もう3年後も今年、うん、もういらないってことになったらしくて、買い替えするんだって。上手くないのかな、わからんで、それでそれをちょっと安くで私が買えることになったわけ。5万、うん、その値段は言わないけれども、お願いお願い、通常の3分の1ぐらいで買えるんですよ。だからラッキーと思って、それちょっと最近ついてるなと思っていうか、いいね、うん、プリウス、あの試乗もしてみたんですよ先週。おうおう、音がさ違うんだね。あ、ね、プリウスね、音静かだよね。ハイブリッド車はね基本エンジン音がないからね。そうなんですよ。しかも走ってる時に、走ったこの何振動か何かわからないけど、うん、それで電気を貯めることができるらしく、うん、やっぱりあのこの友人に聞いたら、うん、月に2回ガソリン入れるだけで、うん、まあ、ほぼ入れなくていいみたいな、うん、月に2回で済むぐらいなので、もう燃費もやっぱいいじゃないですか、うん、早くプリウス、いいよね、うん、乗りたいのでちょっと楽しみに。プリウス乗ったらどこ行くの。プリウス乗ったら、まあ、じゃあ那覇に行こうかな足びなに行こうかな、じゃあ富城はい、そしてメッセージ吉江さんからいただいています。こんばんは、プリウスいいですね。だってね、吉江さんっていい、ね、初めましてですか。私は初めましてだよね、ドラゴンアイズに。違う、来てた。でもありがとうございます。ありがとうございます。プリウスいいですよね、ザッキーさんね、はい、ザッキーさん、ちなみに、あ、ザッキーさんは沖縄で何乗ってるの。今原付ですね。おおワイルド、おワイルド、おお原付のカブです。おお、エコプリウスの2倍走るよりえ、そうなの、すごいな負けたそうなんだ。あ、今日カブ乗ってそうに見えないけどね。あ、本当ですか、うん、何乗ってそうですかね。何かな、軽自動車、青いの、軽の青い軽ザッキーさんは何ワゴン乗ってそう、うん、そうなんだ。カブってね、カブか分かんないんだけどさ、あれよ、あの郵便配達のおじさんが乗ってるの農家の人とか乗ってる。そう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 敦夫さんからメッセージです、はい、ミッチーは水牛乗ってるんでしょって。はい、そうです違うでしょうが、遅っ燃費いいのあれ。読みたいね、2匹いるから俺のペット燃費すごい大変じゃない。燃費いい、ね、草2トンとか食べるんでしょあれ死に遅い、大変ですね。ということで、まあ、どんどん盛り上がっていますが、うん、今日、はい、ブルガリさん、お男にお題なんていらねえんだよバカ野郎。バカ野郎はないですけどね。あ、バカ野郎ないか勝手に作っちゃったねみっち。まあ、今日はフリートークということで、うん、あの皆さん、あの好きなメッセージお送りしてください。そして何でもいいですよ。今来たねサウルの心さん、じゃあ紹介して、はい、次 CM 行きましょう、はい、アクアもいいよ、私はケーラケロって来てますね。アクアね、いいらしいね、燃費が。プリウスより燃費かね。あ、そうなんだ。多分国産車で一番良かった気がする。アクア、あれもきっと気になったんですけどね。ちょっと小さいんだよね、うん、形とかね、やっぱ好み出てきますよね、うん、あのプリウスアルファなのか、プリウスなのか、アクアのあの形かとかね。今のプリウス結構鋭いよね。
プリウス鋭い、あ、最新のプリウスね、名刀、うん、テールらへんがね、うん、なんか本当スポーツカー風になってきた気がしますけれども、うん、じゃあ話盛り上がってきたところで、はい、ここで一旦 CM です。大丈夫じゃないですか、もうこれ大丈夫、バッチリですね、大丈夫ですね、 BGM が面白いあ、面白い、みんな聞こえてるの？あ、入ってます、大丈夫です。世界のトヨタ、おするべしだって。確かに。じゃあなんか決めよう。ザキヤマバイクってか来てるよ。僕はトヨタ、チャプテンさんか。あ、ゴベルト中里さん、モニタリングしてるけどチラ見しに来た。あ、モニタリング面白いですよね。あ、モニタリング見たい。てか逆にやられてみたくない？あれ？ん？モニタリングやられてみたい。あ、自分が。そうそう、自分が。確かに。どういう感じ？ね、奥さんが50万円の冷蔵庫買ってきて、あなたのお小遣い。あ、見た、あれ？いや、見てないです。なんか奥さんがこの勝手に50万円の冷蔵庫買ってきて、はい、これをローンするかあなたのお小遣い減らすよみたいな。へえ。じゃあ CM 明けはエコーで。エコーで。音楽とか多分あれがないからエコーでドラゴンアイズ番外編みたいな感じで切ってもらえますか。わかりました。それを二人でよ。ドラゴンアイズ番外編ね。で、今回のテーマはフリートーク。すごいね、いっぱいメッセージが来てから追いつかないよ。何、愛車のベンツ、俺のことどう思ってるってみんなに聞くとか、何も持ってんよやって言われるの。みんな車好きなんすね。みんな車好きなんだ。車の話でもいいね。いいクラスとかベンツさ、 E とか C とかあるけど全然分からないですよね。いやー、分からんな。やっぱ E の方がいいのかな。あと20秒で。あと20秒。じゃあドラゴンアイズ番外編で切ってもらおうか。音楽はもう自由で。で、何、ここで1曲お送りいたしますわ。何の曲にします？あ、どうしよう。その時に決めようか。じゃあ話したい。あ、じゃあごめん、あ、じゃあそれじゃあ、ドラゴンアイス番外編。はい、ということでドラゴンアイズ番外編順調にお届けしております。FM 宜野湾のスタジオからお送りしております。お送りしております。今日はニーナとミッチと崎山です。お送りしていますのでよろしくお願いします。今回のテーマはフリートークということで、今日は自由なトークをね、皆さんにお待ちしているんですけど、さっきあの前編というか、まあ CM 前にはちょっとプリウスを買うっていう話題をしたんですが、その影響でたくさん皆さんあの車の話題にね反応してくださいまして、たくさんメッセージ来てますので、どれかねメッセージ紹介しましょうか。あ、これいいですね。ブルガリさん、私ずっと外車派なんですけどね。おお、外車って言ったらベンツとか BMW とか、か違う、多分ああいう世界、うん、外車派って高くない？国産、国、日本で買ったら維持費がねすごいはずよ。維持費大変な、壊れたら大変なんでしょあれ、部品買えるの、車検とかね、税金とかね。っていうことはブルガリさんはセーレ B ブーでしょうか。ブー大正解ということで。へー、あ、けどね、ヨシエさんも愛車はベンツの E クラス。ヨシエの愛車はベンツ E クラスってキャプテンさんがセレブ。何このクラスの、またね分からないので分かりやすく送ってくれる方いたら教えてください、ね、さ、 BMW は最高ですな。ブルガリさんの愛車は BMW の5シリーズ。どなたからですかメッセージは。あ、キャプテンさんです。キャプテンさん、へえ、すごいね。ブルガリさんのリスナーさんのお友達、愛車は BMW。 5シリーズって何？なんか1もあるってことじゃん。多分5のがすごいんだ、1より。本当？もしもストーリー、まあ俺は7だけどね。ええ、何7とかも分かんない。7シリーズ、え、分からん、分かんない、俺も分からん。えじゃあ次何紹介しようかな。じゃあこれ、あ、アゴベルト中里さん、俺のことどう思ってるってニーナーに聞くとか、何も思ってんよやって言われるの希望。やばいね、謎のメッセージだけど。はい、3、2、1、何も思ってんよや、これでいいよ。こうやって言われたかったのかな。どう思ってか言われたかったんだ。なるほど、まあいろんなメッセージ、本当に今日フリートークなのでね、もうすごいことになってるよ。なんかなんていうのかな、このメッセージが多すぎてから
パソコンのマウスがついていけない感じ。本当ですね。ケインさんからメッセージなんですけども、お久しぶりです。お久しぶりです。フリートークがフリントークに空耳した空耳した俺カミングスーン、またメロ来るということで。あ、不倫トークか。不倫トーク。ああ、ゾウザッキー不倫。いや、まだしときないですね。ザッキー不倫どう？不倫はなんか経験あり？いや、まだないですね。でまだない。予定もないです。予定もない。まあね、なんか けどね、芸能人の不倫って叩かれるのすごいよね。すごいですよね。ね、あんな叩かんでいいのにね、ほっといたりさ。ウッキーとかね、ウッキーとかすごい叩かれた。これ言っていいの名前とかで。みんなわかるもんね。グッキーな。ウッキーとかね。グッキー。ウッキーが本当にいろいろ。グッピーな。かわいそうだね、芸能人になっちゃうとさ。本当にもう一応正直かわいそうなのは奥さんだけどね。ああ、被害者。他の人はもうほっといたらいいのにね、あんなして。ね、あの文春スプリングセンテンス、あの何？文春の皆さんがお金になるからね、大かけるんだよね。あの人たちはあれが仕事だからね。仕事だからね。まあいいも悪いも。へえ。さあ、そしてあの人たちがなかったらわからないからね。あとは、何 フリートークが不倫トークに聞こえたっていうことだったんですけど、うん、サウルの心さんはプリントークって来てます。食べ物やん。滑舌悪いのかな。滑舌悪い私たち。プリンでもないし、不倫でもない。フリートークですよ、今日皆さん。ねえ、そして、アツオさんが、プリン体ゼロストロングゼロ知らんわ。プリン体ゼロって。そういう飲み物もね。あるからね。あるからね。プリントークで広がったんですね、話題が。いいね。はい、皆さんノリが良くて、フリートークっぽいですね。はい、ということで、うん、今日はフリートークですが、これはケインさん、はい、かつて俺も何これ、かつて俺もスバル、スバルのサンバディアスワゴンが愛車でした。わー、わかんない。私はわかる、わかんないな。誰もわからない、スタジオのみんな。スバルってなんかでもかっこいいよね、響きが。スバルに乗ってたね。うん、アゴベルト中田さんが空手ギア、わかる、空手ギア、棒ギアならわかるよ。だ、ギア、ギアっていうのは左側にあるやつだよね。うんうんうん、ガガガガって動かして D とかして前に進むやつ、はい、違う違う、 D とかじゃなくてギア車はあれでしょ、マニュアルか。あ、マニュアルのこと、ね、うん、あ、違う、いや、そうです。でもですよね、それの空手、空手ギア、なんか空手ギアって言ったらすごいんじゃないの、両手も。あれがあるんじゃん、このね、分かる人しか分からないみたいな。アゴベルト分かる、何、中里さん空手ギアちょっとね。そしてそんな、分かんないな。そんなアゴベルト中里さんにサウロの心さんがごめん、もういいね。違うか。どういうこと、どういうこと。違う、たまたま違うのが来たけど流れ的に良かったから。はい、そしてアツオさんから、やっぱりスバルのインプレッサー、WRX 乗りたいよね。あ、これはわかる。これはね、あれさ、ワイルドスピードにも出てたよね。へえ。インプレッサー多分出てた気がする。やばいな、車の世界は全くわからんね。わ、うん、からないので、逆に勉強になりますね。インプレッサーっていうのもかっこいいんだ。そう、インプレッサーかっこいいね。そしてキャプテンさんから来てますね。愛車はボロボロの軽トラックです。死にたい、生きて。大丈夫よね、ボロボロの軽トラでも。軽トラかっこいいさ、男っぽいさ。逆にさ、軽トラボロボロな車でもすごいマッチョマンとかイケメンが降りてきた方が GAP じゃない、ギャップじゃない。じゃあ死にボロボロの軽トラから麦わら帽子のタンクトップのおじいが出てきたら。うわ、ギャップ、なんか想像してたのと違いすぎてへこんじゃうかも。どうしようってなっちゃう。逆だから、ほら、ボロボロ車でも、うんうん、乗ってる人がイケメンだったらそれでよしじゃないの。じゃあさ、あれなんだっけ、ビートたけしがデージ高い車、なんだっけ、あ、ちょっと忘れたな。もう何千万もする車をたけしは買って、うん、この人必ずあ、たけしってさ、ビートたけしが買って、この人は短パンサンダル T シャツで乗るんだって。で出てきたらこんな格好してる、俺かっこいいだろうみたいなのがこの人の中の、なんていうの、あの、なんていうの、こういうの、わかんない、わかんない、コンセプトみたいな、かっこよさ、かっこよさ、男、俺みたいな、なんていう、スーツであえてのみたいな、うん、そうそう、あえての。まあでもさ、ジョン・レノンっているじゃない、歌手で、はい、あの世界的に有名な彼もすごい大富豪なのに、全然着飾った格好とかしないで、すごい T シャツとかジーパンみたいなカジュアルな格好で、小野陽子さんと
こうホテルとかに受付に行くって言ってて、これもわざとっていうかこう あえてそういう装飾もしないんだよみたいなコメントをどっかの記事に書いてあったんですけど、そういうことかもね。さんまもだよ、さんまもだよって友達、さんまさんもさんまでいいさ、さんまもなんかこの自分はお笑い界でトップさ、トップです、ね、だけどお金はいっぱいあるけどそんなのじゃないみたいな、うん、俺は貧乏心ないとお笑いができないからって言って必ずカップラーメン食うんだってお家でずっと、そういう人もいるんだ。そう、高価なものとかも買わないんだって。まあでもあえてみたいな、実力がないって言ってたね。そうね、かっこよさっていうのはそうですね、あんまり見せびらかすものではないっていう美徳があるかもしれないですけど、ね、じゃあ次のメッセージいきましょう。はい、ここでメールを紹介します。花子さんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、花子です。花子の愛車は軽自動車、ラブリーラブリーっていう軽自動車違うじゃない、これは分かってるよそれぐらい分かってるよ花子さんの車は軽自動車なんだね、ラブリーだね、女の子って感じだよね。確かに。どう、逆に女の子がすごいごっついこうパジェロ的な、どっとでかい、それはそれでまたギャップがいいよね。いい、私ちょっとダメ、いや楽しみになってきた、こう来週のプリウス受け取りが。うん、私は実は人生初めて乗用車なので、ずっと今まで軽自動車で生きてたので。じゃあ変わるんじゃん、なんかいろいろねえ、ぶつけそう、ぶつけないようにしようと思いました。はい、そして黄色い顔の人、たけしさんま呼び捨て怖い黄色い顔の人さん、ありがとうございます。そうだよね、怖いよね、友達じゃないよ、ね、ミッチでも呼び捨て確かにね、本人聞いてたらどうすんだろう ねジャッキーさんね。でもさ、こういうのってさ、もし本物本人が聞いてる可能性もないことはないでしょ、うん、世界中に今発信してるから、うん、インターネットさえ通じてたらこのラジオ聞けるんだよね、はい、やばい。じゃあミッチ今謝っとき、どうもすいませんでしたやばい、普通すぎて何も言えない、次行こう次行こうどうしようかな。じゃあ車ネタ多いな。そうだね、あつおさんからじゃあメッセージ読みます。田舎のじいさんはあえてウインカーつけたまま直進してるんだよね、笑。そうだよ、それがこの人たちのかっこよさ美徳なんだ。ウインカーって何、あのそれワイパー、ワイパーウインカーって何だった、カチカチよ、あー、止まってるっていう意味のやつ、あれハザード、右と左、違う、そうそうそう、右と左の普通ウインカーよそう、田舎の人ってウインカーつけながら直進してんだ、どこにも曲がらず。簡単だし消し忘れたけどね、はい、でもさ、私もさ、名護に行くときに、名護のなんていうの、もう名護近辺になったときにおばあが運転手だったんだけど、軽トラのウインカーは右側に出してるのに左に曲がっていくや人とかいたよ、おばあ、こういうことでしょ。そう危な、そんな感じだっすよ、なるほどね、そういう人もいるんだ。あ、そういえばさ、最近沖縄市のパークアベニュー、パークアだったっけ、パークアベニュー、うん、パークアベニュー通りありますね、足立屋っていう居酒屋に行ったわけ、うん、わかる、わかる、すごい有名、わかる、ザッキーさん、なんかもうなんていうのかな、テーブルとかじゃなくて全部がカウンターみたいな、オールカウンターチックのやつで、この大衆居酒屋みたいな、そうそう、大衆居酒屋でもう料理する人を目の前に囲んで飲むみたいな感じなんだけど、うん、もうなんていうのか、早い安いうまい、そこさすごい今口コミで話題になってるらしくて、うんうん、私の友達も紹介してくれたんですけど、とにかく飲み物とかも200円300円ぐらいで、もうほぼ9割方の、そうそうそう、もうビールだったり梅酒だったりソーダ割りいろいろ、もう日本酒もね、何でもあるよね、でもう大体もうすごい安いんですよね、うん、安いね、300円とかで300、400円とかでエイヒレとか塩キャベツとか、そうそうそう、400円でも刺身とか、刺身盛りとか、うん、ですごい毎回溢れるぐらい繁盛してるので、そうそうそう、予約は受け付けてないらしいんだよね、うん、だから当日来てその場で空いてたら座れるみたいな、空いてなかったら外で瓶ビールのカゴ、あ、はいはい、そうそうそう、うん、箱、はい、あれに座ってか飲もうか、なんかいいんじゃん、粋ですね、ね、粋なお店があって、足立屋行ったんだ、じゃあミッチも、そうだけど足立屋さんに一言言いたい、何、トイレを増やしてくれトイレは何個あるの、トイレを男性女子1個ずつしかないけ
一つ、わかる？入って便器が3つとかじゃなくて一つ、はい、チャーマチ結構 あの足立屋さん今ね有名だから、いいね、あっちはもうハマるわ本当に。また行きたいなと私も思う。ザッキーさんにもおすすめします。リスナーの皆さんにもぜひ ねパーカーベニュー足立屋、足立屋立ち寄ってみてください。ね、おすすめです。美味しいからね。うん、ということで今回はドラゴンアイズ番外編ということで FM ギノワンからニーナとミッチとザッキーがお送りしております。さあこの辺でそろそろ曲を行きたいなと、曲に行きたいなと思いますが、リクエストをしてくれる方とか今リアルタイムでメッセージ送れる方いたらね、せっかくなので受け付けますが、普段はリクエスト曲募集してないからね、うん、ドラゴンアイズは。今日リクエスト来てたよ。来てました、音楽。待ってよ待ってよ。あったあった、ケインさんからもうメッセージが来すぎて追いつかんわけよね、あのマウスが。待ってよ待ってよ、あげ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 、はい、ケインさん、というわけで曲のリクエスト、いすゞのトラックでお願いします。あるかな、あるかな、あるかな。そっか、車ネタでさっきまで盛り上がってるからね、うん、けどザッキーはイスズのトラックでとか言いながらすごい流しそうだよね。イスズのトラックって歌なんだ、イスズのトラック知らんやつさ。マジ知らん。そういう歌があるの、まあ、あるんじゃん。 CM とか流れてるやつなのかなね。え、はい、ということでじゃあ今日スタッフのザッキーくんが探してる間にフリートークまだ続けたいと思いますが、うん、今日は、うんうん、なんと7月21日大安の日らしいですよ皆さん。大安ご存知ですか。おう、何おうって。あ、ちょっと一言いいかな、はい、ケインさんがいすゞのホームページから無料で拾えますよって。いい、その情報知らんかったわ。聞きたいんだ、あんな。そんなに聞きたいんだね。あれば、あればね、はい、リクエスト曲流しますので、ぜひお楽しみ、なかったらすいませんね、はい、ということでリクエスト曲、黄色い顔の人からも来てますね。アキラ自動車商をお願いしますということで、何ですかこれ、題名がアキラって言うんですね。小林アキラ違う、ん、あ違うか、分かんないな。小林アキラですか ね小林アキラっていう人が歌ってるってことかな。自動車商家、なんかちょっと僕たち無知だね。ちょっとじゃあもうこの辺はザッキーさんにお願いして、フリートークをしましょう、ね、ということで、大安です、大安の日。はい、僕運がいい、大安の日ということでね、ついてると思ったこと言っちゃおうかな。タイヤの日は運気がいい日なので、こうタイヤの日ってよく席を入れたりとか、結婚式の日取りを決める日にはすごいいい日って言われてるのが、まあ、まさしく今日なんですけど、今月は3回来るらしくて、へ、次はね27日にタイヤの日がやってきます。ニーナもいいじゃん。本当だね、ニーナ27、そうですね。なので今日もタイヤの日なので、ついてることあった、ミッチ。俺はね、ついてることはね、いつもついてるよ本当に。むしろついてない日がない、だから毎日タイヤン。うわ、めでたいな、ほんま。めでたいだろう、めでたい人がいるな、はい。だけどね、アツオさんからこう来ています。タイヤンなのにイライラバイアツオ。何があったんですか、アツオさん、ね、イライラしてからってこと。タイヤンの日なのに、うん、イライラしてるはずよ。じゃあ今日もう閉まってるけど、今日宝くじ買った人は結構運気が良 かったかもしれないよね。当たってるかもね今日は。逆に今日買いに行ってるかもね。うん、私もあえてそういう日をたまに選んでいく時あるので。へ、カレンダーに書かれてるわけ。うん、カレンダーに書いてあるよ確か。大安とか、なんか一流万倍日だった、一粒が万倍になる日みたいなのもあったりして、すごいなんかね、吉日みたいなのがやっぱ書いてあるわけ、うんうん、仏滅とかもあるよ、逆も、仏様が滅亡みたいな。怖さよ。怖い日も一応あるから、うん、そうそうそう、今日は大安だからいいことあるよね。さあリクエスト曲見つかったっぽいです。見つかったっぽいね、はい、どう、何の曲。自動車商家。お、じゃあザッキー紹介してください。はい、小林明さんで自動車商家です、どうぞ。じゃあこの歌が終わったら提供を読むので、はいはい、その後は続いてはこのコーナーって言った後にエコーを入れてもらって、はい、It's only me って好きな BGM かけちゃってください。あとはまたこのコーナーで
わかりました。いけそうですか。いけそうです。何この歌、自動車の歌。聞きたい、聞きたい。もうよ、多すぎてから選ぶの大変。車の名前知らないけど、ちんぷんかんぷん、私もちんぷんかんぷん。じゃあ俺が当てるか。おばあがシャンプー買ってこいってうるさいって。毎回違う。毎回なんかおばあがおばあがしてるけど。おばあと住んでんのか。サールの心さん、おばあ好きなんだね。今日はまだ2時間半あるから巻き返せるかな。どういうことどういうこと。あ、今日なんかちょっと嫌なことがあったのかな。タイヤが、タイヤに空耳。相当疲れてる俺、髪にすみ。いや、原因なんじゃないやつ。多分俺なんかの滑舌が悪いのかもね。今日面白い。あと1分です。あと1分です。じゃあ今日いつオンリーミーのコーナー何があるっけ。コーヒーやめるけど、ちなみにザッキーさんも、はい、これって私だけチックな、なんか例えば、はい、なんかなんか何がある普段共感なんていうの、例えば、はい、DVD を見るときに電気を消すのは僕だけみたいな。あーなるほど。なんか 俺だけのこだわりみたいなのを言うコーナーです。そう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 、はい。あと30秒です。提供行ってエコーで。じゃあマイクあげます。うちが紹介言うんだよ。自動消化って大丈夫。お送りしたのは小林明で自動車消火。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。続いてはこのコーナー、It's only me!今日はね、ドラゴンアイズ番外編でお送りしますので、普段はね、いつもここで SE がね、そうそうそう、じゃんじゃかじゃん流れれますが、今日はね、こんな感じです。ミキサーはこんな感じでお届けしてくれてますので。It's only me のコーナー、このテンションでいきたいと思います。このコーナーでは普段共感してもらえないあなたのこれって私だけだったり地元じゃ当たり前などといったお話を募集するコーナーです。さあ It's only me、 私から言っていいですか。いいよ。じゃあエコーもお願いしますね、はい、コーヒーには絶対ミルク入れないとダメ。 It's only me。はい、どうですか皆さん。いや、普通入れる違う。普通ですね。あ、入れる。普通ね。あ、ちょっと普通やさ。ハードル低い。ハードル低かった。マジか。まあ、これはね、例文としてね。今の例文で使ってじゃん。そう、私、コーヒーには、あのね、私が言いたかったことは、うん、ブラックが飲めないわけよ。あは。そう、ブラックが飲めないから、コーヒーにはミルクとかがないと、うん、飲めないのは私だけって言いたかったってこと。ブラックが基本入ってるからね。はい、入ってますね。もういいよ、もういいよ。はい、じゃあ次行こう、はい、次行きましょう。次俺、次俺。あ、待ってほら、でもキャプテンさんからメッセージで、俺もカフェオレしか飲めませんって来てる。これは、あつおさんもたまにミルク入れるって。これは俺をかけてるからね。俺もカフェオレみたいなね。俺も。そうそうそう。まあまあ、じゃあ、It's only me だけじゃないってことね。みんなもミルク入れるんだね、嬉しい、それが知れて。そうそうそう、分かった。はい、じゃあ次俺行こう。Hulu にハマりすぎて毎日寝不足。 It's only me。 忘れてあるさ。 Hulu にハマ、まずじゃあ知らない人のために、 Hulu とは何ですか。 Hulu っていう有料動画サイト、この月額を払ってこのサイト、 Hulu っていうサイト内にあるドラマ映画を全部見放題だわけ。で、海外ドラマ好きだわけ。で、海外ドラマ見てたら、要はもう全部シリーズあるから、これ見たら、あ、次見たいってなったら、もういつの間にか1時2時になってから、うん、もうなんていうのかな、
続きが気になって、もうフールにハマっちゃうってことね。ハマっちゃう、これって俺だけってこと。そう実は言っていいですか、はい、私もフールに登録してます。おい、真似すんじゃねえよ。いやいやいや、多分ザッキーさんも、私も、いや、してないです。いや、多分ね、ミッチーだけじゃないと思う。ハマってるのは、うん、もうね、私もすごいハマってますから。フルよ。海外ドラマ見放題の番組のがあって。あ、けどね、さっきは見ない、入らない方がいいと思う。なんでって聞いて。うん、勉強がおろそかになっちゃうから。え？勉強がおろそかになっちゃうから。もうさ、ザッキーさんがさ、はいとかじゃなくて、はって言ってるからね、今。ぬ、ぬ、ぬ、ぬ。ぬじゃないでしょ。あ、でもなんか今はアベマ TV っていうなんか無料。あ、そうそうそう、あ、無料、はい、無料なんですよ、俺。へえ、あれウォーキングデートシーズン6あるかな。あ、ちょっとわかんないっす。一応海外ドラマもやってますね。あ、無料なんだ。そうなんだ、そうそうそう、なんか CM でやってたアベマ TV 無料で視聴できますみたいな。そうなんだ。ちょっと後でじゃあチェックしてみます。チェックしてみよう。ありがとうね。うん、ちなみにこのドラゴンアイズアメーバブログあるんで、皆さんよろしくっす。はい、ドラゴンアイズで検索したら、はい、ありと思います。じゃあ今度はリスナーの皆さんのいつおにみ紹介していきたいと思います。それではサウロの心さんからのいつおにみ紹介します。ハエバルのつかざんで金城さんって言ったら、近所の金城さんが返事する It's only me。近所多いな。つかざんで、必ずつかざんでなんですか、サウロの心さん。だからね、ハエバルのつかざんで金城さんって言ったら、近所の金城さんが返事する。あ、じゃあつかざんに金城さんって方が多いのかね。ですかね。多分ね、これ It's only you じゃない、つかざんの人たちオンリーじゃない。そうだね。あ、けどなんだかんだであれかもね、違うところでも、あ、わかるわかるってありそう。苦しいけどそうかもしれないし。はい、じゃあ次、これケインさんのいつおにみ紹介します。はい、そしてなぜかポニーテールリボンズが金城さんと歌い始めて現れるシチュエーションが出てきそう。 It's only me。 いや、僕もわかる。あのね、これ分からない人のために説明しますけど、うん、ポニーテールリボンズさんっていうグループが、2人組のね、はい、グループがいて、その代表のなんか曲、代表の曲に金城さんっていう歌があるんですよ。うんうん、これ連挙してんの、さっきの。してるよ、してるよ。うん、金城さんと歌い始めて現れるシチュエーションができてきそう。いつおにみ、ちょっとね、分かんない、このみんなの投稿が。これじゃあね、あれだよ、モアイ大好き金城さんでお調べください。ネットでね。やっぱダメだね、ドラゴンアイズ番外編は噛み合ってないのがもう売りだからね、しょうがないね、うん、今日は。そうそう、今日はこういう番組だからね。じゃあ次のいきます。じゃあ黄色い顔の人さん。可愛い子が横切るとバレないように深呼吸する。 It's only me。 おー、わかる。どうですか、あれでしょう、もう可愛い子ってみんな香水プンプンだからね。え、そういうこと、そっちの方。スーハー、スーハー。え、バレないように深呼吸する。It's only me。バレたら変態ジラだからでしょ。あ、そういうこと。そういう見方もいるんだ。違うね。知らんジラしてる。本当は自分が一番やってるのに。可愛い子が横切るとその息が臭いからバレない。そっちの目線もあるんだ。深読み。息臭いから迷惑かけちゃいけない。可愛い人のところを横切るときは、じゃあザキさんは自分がじゃあ息臭いかもしれんから息止めて、深呼吸止めて通る。ミッチーは何だった、香水の匂いを嗅いでるのが変態って思われないように息止める。あ、すごいね、これ It's only you だ ね、 ね、ちょっとそれぞれですね、これは。だからね、こういうパターンがあるとは思わんかったな、ザッキーみたいなね。面白いな、みんなの見方が。うん、ちなみに私はかっこいい人が横切、かっこいい人を横切ろうとしたときはバレないように深呼吸とかはしないから、 It's only you じゃない。けど男性は脇からエキスが出てるよ。何の話ですか。もう脇からエキスが、フェロモンが出てるよ。フェロモン、うん、一回深呼吸してごらん。ツーってくるかもしれないしね。はい、じゃあ次いきます。サウロの心さんの It's only me 紹介します。古いスナック街を歩くとナフタレンの匂いがする。It's only me。 ナフタレンってなんだろう。なんでナフタレンってなんだろう。
なんだろう、やばい、誰もわからんのに紹介してしまったナフタレン、なんであのマッキーペンみたいな匂いかな、それとも違う、シンナー、違う、シンナーみたいな匂いえゆね、ナフタレンの匂いする、ナフタレンが分からんね、分からないので It's only you ですね、おばさんかじゃーっていやあ違いますよ、黄色い顔の人からメッセージ来てます、防虫剤です、ナフタレンって、防虫剤の匂いあとタンスみたいな匂いか、タンスのなんかタンスに何々みたいな、ゴンゴン、イザムンムン、サウロの心さん、おばさんかじゃって言ってるねそうなの、タンスの匂いは、わかんないよ、防虫剤の匂いはねえ、あけど一応おばのちとおばあかじゃっていうのあるよね、ある、わかる、おじいちゃんおばあちゃんのおじいの匂い、おばあの匂い、あの、ね、お家の匂いがするね、木の匂いかね、そうそうそう、そうだよね、おじいおばあになったら70、80も生きてたらお家もそのぐらい行ってるからね、確かにね、お家の匂いってあるよね、仏壇の匂い、あ、線香の匂いとかね、はいはい、じゃあちなみにザッキーは何かある、いい、 It's only me、 It's only me、 あー、ありますよ、あ、お、聞きたいです、じゃあお願いします、株に乗ってるくせにフルフェイスのヘルメットをかぶってる、 It's only me It's only you ちょっと待って、株っていうあのポストオフィサーみたいな飲めるもの、郵便局の方が乗っているバイクが株っていうホンダのバイクだわけ、うん、あ、本当だったら顔が出てるような半分ハーフのやつのものだよね、イメージ、それをイメージはね、だけどザッキーはフルフェイス株ってるいや俺だけだと思うんだよね、It's only you、 It's only youいつも理由と思うよ、見たことないもん、カブテフルフェイスカブテフルフェイスへぇ、そういう、でもなんか逆にギャップじゃん、ギャップなんかちっちゃい、なんていうの、なんかもうコトコトコトって走ってるのに、うん、顔はもう、もうなんていうの、ね、ワイルドスピードみたいな、そう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 、ブーンブーンみたいな、うん、もう格好してるってことね、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ザッキーっぽい、あ、俺っぽいぽい、なんかこのピュアと真面目さが入り混じって、うん、入り混じって入り混じってね、いやなんか友達に勧められたんですよ、その原付乗るにあたって、うん、いやフルフェイスがいいよみたいな、嘘だろ、その友達は聞いてないだろ友達はじゃああれかな、安全面で考えたのかな、転げ落ちた時のザッキーの頭を守るためにフルフェイス、ね、実際買ってみたら、うん、お前マジで買ったのかよって叱られましたしかもフルフェイス高いからね、そうですね、なるほど、じゃあ2ついきましょうか、じゃあこっちか、じゃあみっちこれ紹介お願いします、 It's only me、 どうぞ、コンビニの店員が可愛い子だとエロ本買うのをためらってスルーしてしまう、 It's only me、 ブルガリさんからです、ブルガリさんからです、どうですか男性群は、エロ本とか買ったことないから分かんねえじゃあザッキーさんにしか聞けないね、うん、あ、俺ですか、スルーしてしまうのためらって、まあ、スルーするかもしれませんフルフェイスかぶってたらバレないから、いいじゃん、フルフェイスかぶって買ったらバレない、だからまずその前に銀行強盗と間違えられるからねフルフェイスでね逮捕されちゃうね、最高だね、フルフェイスかぶって手にはエロ本で通報されちゃってみたいな大変だね、恥くせよ、はい、じゃあ続きましてサウロの心さん、私が紹介します、はい、オリンピックのハンマー投げで選手がハンマー投げた時に一緒にあーって言ってしまう、 It's only me? It's only you あーあ、ニーナ言いそう、ニーナ言いそう、はい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 、でも私は逆だな、ごめんね、このハンマー投げでは言わないけどさ、甲子園の野球のあーみたいなのあるさ、あれは言うよ、言うば、あれはわ、なんていうの、楽しんで言うよ、楽しんで楽しそう言う、ザッキーくん、言わないです言わんよな、いいよ、でもサウルの心さん、私は別もんで言うよたまには、ね、あ、はい、けどそれにちなんで敦夫さんから、敦夫さんからメッセージ来てます、水泳見てると共に息切れすると来てますね、はい、そっか、と水泳見てると共に息切れ、まあするよね、するかな、しないな、うん、サイレンとか、サイレン、黄色い顔の人さん、サイレン一緒に言うの、はい、言いますね、あのまあ言うときしょっちゅう言わないよ、嘘つけ、本当は毎日言ってるんだろ、あー
みたいな。これ近くないかなんか。何の歳だこれ。ねこんなだった？いやなんか違う気がするけど。なんかあれだよね、火事みたいな音だよね、甲子園のね。消防車のサイレンじゃないですかね。ねえ、あんだけだよね。はい、始まりました。第16回甲子園大会決勝、沖縄予選。今、ぽいでしょ？ぽいね。はい。みんな上手。はい。じゃあもうこんな感じ、こんな、今日のテーマはまあフリートークでお届けしたんですけれども、なんと、あっという間に、本当だ。残り10分しかないぐらいな勢いなんですが、さすがザッキーだね。今日はね番外編ドラゴンアイズ番外編でお送りしてみましたが、うんはい、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただければ幸いです。運転中のそこのあなた、そして何画面上で動画を見てるそこのあなた、はい、楽しんでくれたら嬉しいです。はい、さあここでじゃあ最後にドラゴンダイブアワード、今日の一番キラキラしていたメッセージを紹介したいんですけれどもいっぱいありすぎて、もうねいっぱいあるからどうしようか。さっきのコピーしてたかな、それを紹介しようか。じゃあこれでいっちゃうか、はい、もう今日はしょうがない。じゃあこれをあの私たちが表彰したいと思います。それでは紹介します。今日のドラゴンダイブアワードはこの方です。ねえ聞いて、顔洗ってる時に小指が鼻の穴に入ったのね。おしまい。サウロの心さんからでした。おめでとうございます。そして今あの番組の外でシグナスさんがようやく到着してくださいまして、こんばんは、ありがとうございます。いつも応援しに来てくれてるシグナスさんもね、本当ありがとうございます。はい、その他の方もあのたくさんのメッセージありがとうございました。あ、けどそのこれちょっと気になる、サウロの心さん、ニーナさんの隣のお兄さんユンピョンに似てる。ごめんなさい、誰のことかな。隣って言ったらミッチーのことじゃない？だけどユンピョンが分からんから。ユンピョンって何？分かる？ザッキー韓国のスターですかね。え、そうなの？いや分かんないです、今なんとなくで言いました。あれユンピョン分かんないです。サウロ、じゃあぜひちょっとあのユンピョンさんをあのどんな方なのか後で調べたいと思います。そうだね。はい、ということでエンディングのお時間がやってきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間皆さんとお会いしたいと思います。今日のお相手はニーナとミッチとザッキーでした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉はせーのドラゴンアイズ。また来週、また来週、ありがとう。ういあ、これね先週あった話、いやまだ時間ありますよ。これ、ニーナこれ見て。え、もう放送されてんのこれ。あ、まだ時間あるんで、あと1分ぐらい。まだ大丈夫だよ。はい、今流れてんの？うん。ラジオのみんなに？ラジオには流れてない。あ、ね、あラジオ流れ、あ、もうエンディングで。あ、今ので。ちょ、今の時間からツイキャス並みのみで。あ、なるほど。今の流れてたんだ。これ先週貼ったわけ。うん。待ってよ。選手大…これこれこれ、はい、これ読んでみて。あれ手打ち面かんぴょう、違う違う違う、これこれこれ、ニーナさん、なんで板前ってなんて読む？じゃこれ読んでごらん。わかんない、隙間。これ選手、これ誰も読めんかった場合な、うん、これ何だったかな。ザキ、なんだっけこれ。え、どうですか、なんとかヘルニア、ヘルニア版、関節版、水耕版。違う違う、なんだったかな、これ選手もなんかみんな読めんくてから。大阪行ってくるの、ケインさん。いってらっしゃい。私も来週大阪です。はい、あれこれなんだっけ、韓流アイドル。随見版。ユンピョウは、サモハン・キンポーにも匹敵するスター。すごいね。これ、前も読めんかったわけ。やばい、アツオさん、なんて読むのこれ。随観版？違う。随観版。違う。あ、そんな感じだ。随観版。随観版。てか今日ウケんだけど、エンディング最後になりました。え、追加版だ、今日も読めんかったわや。
いや本当に番外編だった。ヘルニア、みんなが椎間板って椎間板ですか。ありがとうございます。先週もね、これあれだったいつもトーク乱してすみませんって大丈夫です、本当大丈夫です。ありがたいです、ありがたいです。楽しかったね、今日も、うん、シーズンタイムなんだこの。お疲れ様です。